皆さんこんにちは。今回の動画は北海道の旅を通じて北海道の魅力を紹介するものです。北海道。北海道は日本の北にある自然が豊かなところです。冬になると美しい雪の景色が広がり、真っ白な世界を見ることができます。流氷。流氷は北海道の冬の魅力の一つです。北海道の海の限られたところでしか見ることができません。流氷が現れるかどうかは天候によります。まさに自然の産物だと言えます。網走の流氷は美しい青色や壮大なスケール、動く氷の音など多くの魅力があります。網走港から出る砕氷船に乗ると流氷を楽しむことができます。タンチョウ。タンチョウとは鶴の仲間で日本で一番大きな鳥です。古くから日本の昔話によく登場し、多くの日本画にも描かれてきました。今では北海道にしかいないタンチョウは釧路市の鶴見台で見ることができます。寒さに強く、釧路の冬の真っ白な雪景色の中で美しい姿を見せてくれます。阿寒湖、アイヌコタン。アイヌとは北海道にかつて住んでいた先住民族です。アイヌの文化は狩猟や漁業、採集などの生活に密着したもので、独自の宗教や言語、祭りなどがあります。阿寒湖にあるアイヌコタンはアイヌ文化が体験できるテーマパークです。コタンとはアイヌ語で集落という意味です。アイヌコタンでは集落が再現され、アイヌの文化や生活、工芸品などを見物することができます。冬の花火。阿寒湖で開催される阿寒湖氷上フェスティバル冬花火を紹介します。マイナス20度の中、阿寒湖の氷上で花火が打ち上げられます。冬の花火は見る人の心も温まる感動的な美しさです。北海道の雪まつり。北海道では氷の世界を楽しむ冬の祭りがあり、層雲峡温泉氷瀑祭りや支笏湖氷濤祭りなど、いくつかの雪祭りが開催されます。これらの祭りは豊富な雪と氷に恵まれた北海道ならではの冬の魅力を楽しむことができます。氷瀑祭りの会場には様々な氷の彫刻が展示され、ライトアップされた氷像はまるで夢のような美しさを見せてくれます。高さ約13メートルの展望台や滑り台、氷瀑神社などもあります。また打ち上げ花火もあり、美しい花火とともにロマンティックな雰囲気が漂います。北海道の冬の厳しさと美しさを同時に感じることができ、一生忘れられない体験となることでしょう。いかがでしたでしょうか。
北海道は豊かな自然に恵まれた人気の観光スポットです。皆さんもぜひ一度北海道に行ってみてください。それではまたね。